こんにちは、ザ・コーヒーショップの萩原です。今回はこちらのザ・コーヒーショップ的最高のコーヒー保存袋、コーヒービーンズバッグパケをご紹介します。長年さまざまな検証を行ってきたザ・コーヒーショップですが、特にコーヒー豆の保存についてはお客様からも数多くのご質問をいただいて、繰り返し検証を行ってきました。そんな中でこちらのパケはですね、現時点で最強のコーヒー豆保存袋だと考えておりますので、今回はそんなパケについて詳しくご紹介したいと思います。さて、まずコーヒー豆の保存については気をつけるべきポイントを4つというのがあります。その4つを確認しておきましょう。その4つのポイントというのが、空気、水分、高温、紫外線、この4つを避けるべきということです。これら4つの要素はコーヒー豆風味の劣化を招く原因となってしまいますので、コーヒー豆保存容器を選ぶ際にはこれら4つの要素をいかに避けることができるかというのが重要なポイントになってきます。この点を踏まえた上で、このパケの詳細について見ていきましょう。こちらのパケはですね、この上部にジップがついた、いわゆるジッパーバッグと言われるようなタイプの袋です。で、片面にザ・コーヒーショップのボックスロゴ、もう片面は中が透けて見えるクリアのボディになっています。で、このパケ一袋あたりにコーヒー豆がだいたい 100g から 150g ぐらい入ります。実際にパケの中に 100g のコーヒーを入れてみると、こんな感じの分量になります。こんな感じですね。で、このパケの上部のジップ部分がですね、特殊な仕様になっていて、かなり気密性が確保できるような作りになっています。で、市販のジップロックなどと違って、かなり特殊な強いジッパーになってますね。うまくこう空気を抜きながらパチパチと指で止めていってあげると、この袋の中に空気が残る量も少ないので、かなり空気とコーヒー豆が接触するのを防ぐことができます。で、この本体は特殊なプラスチックの素材でできていて、こう見えてなんと 80% 以上の UV カットができる防紫外線仕様になっています。加えてですね、匂い漏れ、匂い移りを防ぐような防臭機能もついてまして、これも市販のジップロックなどとは大きく違う点ですね。厚手でしっかりした素材なので、もちろん繰り返し洗って使えます。このまま冷蔵庫や冷凍庫に入れての保管も OK です。キャニスターや瓶などと違って、薄くスマートな形でなっているので、スペースの限られる冷蔵庫に入れるにもちょうどいいサイズ感になっていると思います。つまりこちらのパケはですね、コーヒー豆保存の大敵である空気、水分、温度、紫外線をほぼ完璧に防ぐことができる優れものなわけです。このザ・コーヒーショップ的な最強の保存袋といったのもうなずいていけるんじゃないでしょうか。ちなみにこのジップの上の部分には穴も開いているので、こんな感じでですね、紐を通して使ってもおしゃれだと思います。あとはですね、この本体のこの部分に、このバッグはスペシャルティーコーヒー専用ですという記載があるんですけれども、そうは言っても、もちろん細々した小物なんかを入れても OK です。パーツの多いエアロプレスの部品だったり、ペーパーフィルターといったコーヒーツールはもちろん、コーヒーに関係のない文房具だったりコスメなんかを入れても可愛いと思います。ちなみにスマホやタブレットを中に入れても、パケの上から操作が可能だったりするので、個人的にはキャンプや夏フェスのような突然の大雨に備えるように使うのもありだと思っています。ということで、今回はこちらのザ・コーヒーショップ的最強のコーヒー豆保存袋、コーヒービーンズバッグパケのご紹介でした。いろいろと悩むことの多いコーヒー豆の保存ですが、このパケを使えばまるっと解決すること間違いなしだと思います。こちらのパケはザ・コーヒーショップの店頭、オンラインストアにて好評発売中です。リンクを動画の概要欄に貼っておきますので、動画下のもっと見るからぜひご覧ください。以上、ザ・コーヒーショップの萩原でした。ありがとうございました。さよなら。